流域スモア側とは、ベルギーのアルデンヌ地方から、フランスのマース側へと流化するマース側の右支流に、当たる河川である。スモア川は、ルクセンブルクとの国境に近い、ベルギー・リュクサンブール州アルロンにその流れを発し、大体西側へと流れ、ボアンシュル・スモアの村を通過した後に、フランスへと入り、10km ほど流れたところにある、モンテルメでマース側に交流する。また、 その全長は2 1 0トルである。川の周辺にある市町村としては、シニー、クロランビル、エルブーモン、ブイヨン、ブレスシュルスモア等が挙げられる。この川の名前の書出は、セスマラの名で、2世紀に記されており、これは、ゲルマン民族の大移動の前に相当する時期である。中世には、セサミイス、セスマース、セズモイス、セムオウと次第に変化していっている。また、 この名前はドイツ語で言うところのソックとマリに由来している。フロランビル付近でのスモア川。ありがとうございます。